ちは、桑原雅守です。今日はコロナ真っ最中の自粛の中、桑原さんって一体どんなことを考えて、どんな日常、どんなルーチンをこなしてるんですかっていう質問があったのでお答えしていきたいなと思っております。ここは長野県佐久市のウグイスの森という場所なんですけれども、実はこのコロナを別に予言してたわけじゃありませんが、2年前の2018年から、ここウグイスの森に住民票を移しまして、私は今現在長野県民として2年目を迎えております。県をまたいでの、移動はなるべくということなので、もう自粛要請が入ってからはですね、ずっとここで暮らしてるんですけれども、仕事はね、ズームとかいろいろあるんで、なんとかなっておりますけれども、この自粛、お店もね、閉まったり、イベントも中止だったり、3密と言ってますから、この機会をどう過ごすか、だらだらって過ごすのか、もうどうしようどうしようという不安で過ごすのか、どう捉えるかによって、この後はものすごいこう大事なポイント、もう大きな差になってくるんじゃないかということで、私なりな考え方や、行っているルーチンがありますからね、ちょっとずつ、それを今日ご紹介できたらなと思っております。なんでここに暮らしたんですかという質問もあるんですけども、ここは標高800メートルありまして、もう見ての通り本当にこう自然の中で空気もいいんですね。でこれは人生と生活とかこうそういうのをいろいろ考えた時に、一生に一回の人生、自分はどう暮らしたいかなとか、どう過ごすかなということを考えた時に、仕事の拠点は今でも東京ですけれども、やっぱり自分の人生はやっぱりこの一回こっきり授かった体のためによりいい、環境で暮らそうということで、ここに暮らしております。で最近は助かりますね。ズームで本当に会議もできますし、商談すらできるわけですから、ここでの暮らし方、また考え方とかもね、お伝えしていけたらなと思うんですけれども、まず、心構えっていうんですかね、これ何かって言ったら、大げさな話じゃありませんけれども、ただ、今日は実は5月13日の水曜日なんですけれども、ほとんどの人が、もう水曜日かとかね、今日は水曜日だとか、だいぶ暖かくなってきたなとかって思ってるかもしれませんけども、実は2020年5月13日の水曜日っていうのは、この地球が宇宙に誕生してからまだ誰も体験してない水曜日なわけで、いつもの水曜日ではないわけなんですね。ところがほとんどの人っていうのは日常にまみれると、また水曜日だな、今日何するんだっけなみたいな感じで生きちゃうと思うんですけども、地球上誰もがまだ一回も体験してない初の5月13日の水曜日なんだというね、そんなところをいつも心の中に思いながら、そんな風に生きてるっていうのが私の中のもうメンタルっていうか、心構えのルーチンの一つになってます。さあこの後はですね、ちょっと中に入って朝起きてから、まず一体全体何をやるかということを今日はもう赤裸々に隠し事なくお伝えしていって、何か参考になることがあったら皆さんのこの自粛生活の中に取り入れて有意義になっていただけたらなと思い、紹介していきたいと思っております。それでは中にご案内しましょう。まず目覚めてからですね、このリビングに行きまして、このお気に入りのゆらこちゃん、これがまたね最高なんですよ。これご存知ですか？テレビショッピングで衝動買いしたんですけれども、とってもまずシンプル、電源もなくてですね、ここに、こうして骨盤を乗せて、こういうふうにですね、ゆら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 ですね、こう揺れるんです。これを1分を3回だからたった3分なんですけども、これこのウエストがねくびれるという、そのテレビショッピングのプレゼンにでも即決で買ったんですけども、これは本当気持ちいいんですね。これ歪みが取れるというか、緩むというか、これをやります。で基本的にこれは朝起きてすぐだけじゃなくて、そこにテレビがあるんですけども、テレビを見るときも、こうやってね、こうやってゆら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 、これで骨盤矯正、ウエストがシェイプアップする。私のこう、メインの考え方は同時力、これは講演会でもよくお伝えするんですけども、同時に例えばテレビ見ながら何かをしているとかね、お風呂に入りながら、この後ちょっとお風呂も紹介しますけど、お風呂に入りながら何かをする、必ず2つ以上の何かをやりながらという、この同時力っていうのがテーマです。ですから、テレビやドラマとかね、ネットフリックスでよく今映画も見ますけど、その時も、またこれバランスボールでもいいと思うんですけどもね、ただ見るでなくこうしながら、何か2つ以上の価値が得られるような、こんなことをやります。このゆらこいいですよ。これでちょっと体を温めてから、次へご紹介しましょう。
はい、続きましてゆらこで体がウォーミングアップされたら、このトランポリンです。これは以前の YouTube でも紹介しましたけども、もう僕の一番のお気に入りですね。このキーワードが脳内モルヒネ、脳内ホルモンの活性、まあ強いては消化体の活性っていうのがずっとテーマで生きてきてますけども、最高ですよ。これをこういう風にね、飛んでます。で、以前も話しましたが、このトランポリンを飛んでる間、これ本当にね、体験してください。絶対ネガなこと考えられない。なんかね、楽しくなるんですね。こんな風に飛ぶんですが、この時もやはり同時力なので、ここに私の iPad がありまして、ここで動画を見ながら撮ります。これは何の動画かというと、将棋のお勉強動画なんですけれども、相手が不交換してくれたのを逆用してリクエスト面に使える。まあこんな風にですね、将棋のライバルがいっぱいいますから、将棋のお勉強しながら、だいたいこれはね30分は飛びますね。すごくね、汗をたっぷりかいてしまうし、体幹が鍛えられたり、バランス感覚、そして脳内モルヒネの活性、こんなことで、こんなトランポリンタイムでした。はい、続きましては、またテラスに出ましてですね、まあ、ゆらこで緩め、トランポリンでこう、少しもうちょっとウォームアップした後は、この素振りですね、素振りタイム。まあこれも、まあ、将棋と同様、ライバルがたくさんいましてですね、やはりこの磨き合う、競い合うというのはこう若返りにもとても大事なポイントなの で、ここにユピテルのヘッドスピード計があるんですね。いつもこれを置いて、まあ、今私今年で55歳ですけれども、なんとか55歳にしてヘッドスピード50まで持っていこう、まあ、今はだいたいですね46ぐらいまで上がってきたんですけども、最初やり始めた頃はですね、ヘッドスピード42ぐらいだったんですけれども、反復の力、継続の力でですね、これでだんだんヘッドスピード上がってきます。これもね、めっちゃ体温まります、汗かきます。結構、まあ、最初は軽く振ってますけども、だんだん満振りで、いつかヘッドスピード50やってみたいなっていうふうに思っております。今で 44.8 ですね、このぐらいで。これで 45.8、まあ、こんな感じでですね、数値化するのって楽しいですよね。50までの道のりは遠いんですけれども、いや、46.6 まで行ってきました。こんな感じでですね、いつか48、49、50、そして、まあ、55は無理でしょうね、プロじゃないんで。なんとか55歳にしてヘッドスピード50年内に達成しますから、見ててください。まあ、こんな形で遊びながら、目的を持ちながら、そして体健康を意識しながらのルーチンを、結構これもね、いい運動になるんですね。ということで次に行きましょう。さあ、ここが私にとって一番大事な時間で、お風呂タイム。実は毎日お風呂はですね、1時間ぐらい入ります。そしてこのお家を建てる時も一番こだわってもらったのが、このヒノキでですね、この吹き抜けのお風呂ということで、一番こだわりました。なんでかというと、ここが僕にとってもう一番こう脳内モルヒネが出たり、将来をイメージしたりで、コンサルの顧問先のことを考えたりとかっていう、ここが僕にとってはですね、オフィスよりも、書斎よりも一番大事なポイントなんです。で、ここも、同じく同時力で、まあ、1時間から、日によっては1時間半ぐらい入る時もあるんですけれども、まず YouTube でお勉強しながらですね。で、まあ、さっきゴルフスイングやったと思うんですけれども、ここにですね、ドラコンプロが教える飛ばしの法則というのをですね、これを見て、なんとかヘッドスピードが上がったらなというふうにですね、これを見ながら、そして、この絨毯3、4線ホットタブ、これを入れてですね、お風呂に入りながら炭酸泉を浴びます。で、まあ、ちょっとゴルフの勉強したりとか、そしてこれ、今年のお誕生日にいただいてめちゃくちゃ気に入ってるんですけども、お風呂場で使える、これ本当最高。これね、頭皮をグリグリグリってやるね、こう YouTube 見ながら、あ、もうこれたまんないですね。これは多分もうセロトニンとかエンドルフィンとか脳内からなんか分泌してるイメージも出てくるんですけども、これをずっとやりながら、これなんですけどね、まあ、これ美顔コロコロローラーなんですけど、実は僕はこれ用ではなくて、実はこれかなりマニアックになるかもしれませんけども、これで歯茎とほっぺの間
をぐり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 マッサージするんです。ね、最初はめちゃくちゃ痛いんですよ。そしてね、なんか血がいっぱい出たりするんですけども、だん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 慣れてくるとこうやって、わかりますかね、歯茎と頬茎の間の U の字のところをぐり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 。最初は柔らかい歯ブラシでやってたんですけども、それでも痛かったです。でも、いろんな、いらないような血が出たりしながら、今はこれでぐり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 、歯茎のマッサージをします。全体的に、まんべんなく。ちょっと絵的には変ないでしょ、これ。ね。だから、湯船に浸かり、スイングのお勉強や将棋のお勉強をしながら、スカルフでこれを気持ちいいってやりながら、歯茎のマッサージ。これをずっとやっていくんですね。ああ、最高です。あとは、まあ考え事ですよ。ここでこうやってね、考えるんです。いろんなこと考えますね。まあ趣味、考え事なのかなというぐらいいろんなことを考えます。で、その時に、ポイントは何かというと、答えをなるべく出さない。分かったって言わない。これだって決めない。これはずーっと仮説の中で、はは、かもな、ああ、そうかもしんないな、ずーっとかもです。分かった、これだってなった瞬間、なんかね、そこで、深みが止まってしまいそうで、ずーっと仮説で、そうかもな、こうかもな、だよな、だったらどうかな、ちょっと待てよ、はは、もしかして、というふうにずーっと考えてきます。で、たまにまた動画を見たり、たまにグリグリやったり、こんなことをしながら、ここで自分の一番大切な中枢をこう整えるっていうかね、やっぱり人間ですからいろいろブレると思うんですけども、私はこのニューヨークタイムでピシーってこう、本質からブレないように自分を整えていくっていう意味では、お風呂に1時間も1時間も入るんですかとかね、もったいないじゃないですかとか言う人もいるかもしれませんけど、僕にとって睡眠時間たっぷりとこのニューヨークタイムたっぷりっていうのはめちゃくちゃ大事な、人生の中ですごく大事なポイントです。だから誰に何と言われようがね、あとこんなこと言われたことはありますよ。もう桑原さんだからそんな風にね、1時間も1時間半もゆっくり入ってられるんですよ、僕らは、私たちはそんな余裕がありませんなんか言う人いるんですけども、そんなことないですよ。そんな人だって平気で1時間ぐらいスマホやったりね、ゲームやったりとか、なんかダラダラ深夜番組見てたりとかしてる人も多いと思うんです。で、逆もしんなりで、ゆっくり寝る、たっぷりお風呂に入るからこそ、仕事の間が時間じゃなくてやっぱり生産性と効率だと思うんで、短い時間でギュッと効率よく物事を達成していくっていう、そういうスパイラルになっていくんじゃないかなと思うんですね。ということで、まあ、動画はこの辺にしますけれども、この後私もですね、今日も1時間から1時間半たっぷり、ゴルフのヘッドスピードを上げるお勉強、将棋のお勉強、そして、まあ、時事ネタ、特に YouTube が多いですかね、あとは歯茎マッサージ、スカルプ、瞑想を、しながらですね、また上がったら最後のね、仕上げまとめをお伝えしていきたいと思っております。ということで、まあ、このコロナ自粛中真っ只中、朝の起床から、そしてこうゆらこでね、体を少し緩めほぐして、そしてトランポリンでなんかこう明るい気分になり、脳内モルヒネの分泌だった体幹トレーニングし、それからもうテラスでもう素振り、もう目指せヘッドスピード50、それから、ニューヨークもたっぷり今、ちょうど1時間15分ぐらい入ってましたかね。ポイントは、まあ、同時力を使う、一つのことをやりながら、もういくつものの、なんですかね、価値や成果を得るということですね。で、このコロナはあとどのぐらい続くんでしょうね、本当に分かりませんけれども、もうこの間、転んでもただでも起きないどころじゃなく、この間のおかげで、まあ、一つは体を整える、そして考え方、そして、世の中の常識が変わる、人生と生活の区別、一生に一回の人生とは何かをよく考える、そして今後どう生きていくか、という貴重な時間にすることも可能だと思います。まあ一つはやっぱり健康ですね。これ見ていただけますか、私の特製のマグカップ、もうこれ1リットルマグカップ、これ探したらあったんです。これでめちゃくちゃ飲むんですね。今メインで飲んでるのは桑の葉茶です。まあ自分が桑原っていうのもあるんですけども、もう調べたらものすごく体にいい、これもう毎回ついてたら間に合わないんで、もうこれで一日何杯飲むんだろうな、3、4杯飲むと思うんですね。それ以外にも体にいいと言われてる水ですとか、あとサプリメントとかちゃんと飲みます。でほぼ 100% 自炊です。
で幸いこの森の中でね、もうタラの芽とかコシアブラとかフキノトウは終わりましたけれども、ウドとかいっぱい取れるんで、もう自炊で野菜生活、もうね本当にもう不謹慎かもしれませんけども、自粛のおかげでもう夜の食事会、まあ、東京にいる時ですね、もう接待、もう本当にもう終わった後の夜中のラーメンも一切なくなったんで、本当にシェイプアップして、そしてまあユラコ、トランポリン、スイング、そして半身浴、これのおかげでもう徹底的にこの55歳にしてもう一度体をね鍛え上げようと、デトックスしようというふうに考えてますし、そしてさっきも言ったようにこうメンタル、考え方、何よりもこの何て言うんですかね、ブレイクスルーですよね、バイアス、常識化、先入観をやっぱり解き放って、今後の人生の、これからの人生の本質とは何かっていったところに向かう、その期間にしたら、この自粛という期間もですね、ネガティブだけではなくて、解釈力、転換によってはですね、非常に将来、この10年後、20年後からしたら、あの期間、今考えたら非常に価値あったね、とても価値ある時間だったねというふうなですね、そんな期間にしていくということも我々の責任ではないかなというふうに思っております。それではまたね、どれくらいこれが自粛続くか分かりませんけれども、またリアルでお会いすることも楽しみにしてますし、また私のね YouTube 過去のを見ていただいたりとか、また昔の勉強の動画とか講演会の動画も上がってますから、ご覧いただけたらなと思っております。それではまたお届けしますね。一旦これでさよなら。